こんばんは。今回はちょっとね、ホーム画面からのスタートではないんですけど、このクイズメーカーっていうサイトを知ってますか？あ、なんかすごい案件っぽい入り方ですけど、案件じゃないですからね。純粋にポケモンの実況動画見せた時に、このサイト取り扱ってて、で、これでなんかクイズでね、遊んでるってことを見て、あ、面白そうだなって思ったんで、自分もやりたいなと思ったんで、ちょっと今回やってるんですけど、このアプリはなんかユーザーの人が、まあ、自分で問題を作って、で、その作った問題を公開して、で、それを遊んでもらうっていうサイトになってるんですけど、まあ、自分が見たのポケモンなんですけど、白手にも1個ぐらいはあるんじゃないのかなって思ったので、ちょっと今回探していきますか。クイズを探すということで、じゃあここで検索しますか？よし、じゃあこれで検索していきます。出るか？お、出た！出た！白猫テニスキャラ説明クイズ。なるほどね。じゃあまあ、一番上やりますか。一番なんかそれっぽいんでね。じゃあやっていきましょう。白猫テニスキャラ説明クイズということで、じゃあやっていきましょうか。はい。エース・オブ・ドラグーン。え、どういうこと？ん？エース・オブ・ドラグーン？ん？あれか。なんかキャラの上とかに書いてある、あれ？説明文。キャラごと、だから公演シャルとか言うんじゃなくて、なんとかの公演みたいな、あれですね。二つなと言いますか。あれか、あれで、きつくね。エース・オブ・ドラグーン。わからん、エース・オブ・ドラグーン。なんか、ドラグーンってついてるから、すごいなんかゲオルグっぽいんで、じゃあゲオルグって今言えますか。はい、ゲオルグ。これで行きましょう。ゲオルグですね。はい、次。魔竜の飛翔。魔竜って何？竜って言うと、まあ、やっぱテトラとかになると思うんですけど、テトラだったらなんか、火に竜って書いてなんか下流とか書きそうな気がしますけど、あ、ちょっとね、本家あんまり触れてないのでわかんないんですけど、魔竜の飛翔。わかんねえ。意外となんか見てないもんすよね、この二つなっていうのは。じゃあテトラでいきますか？なんか竜って言えばなんかテトラって感じがしますけど。はい、テトラでいきます。はい、次。これ何？なんて読むんだろう？極彩色の球菌。知らないよ。わかんない。極彩色の球菌。わかんなすぎるんだが、これ何？極彩色。極彩色ってのがちょっとご存知ないんですけど、ちょっと検索してもいいですか？あ、極彩色っていう読み方らしくて、極彩色っていうのは、鮮やかな色を用いた濃密な彩りということで、まあ派手なんですね。派手なキャラ。派手で、球菌っていうのは何ですか？球菌というのは野球で投球のコース、ゴルフやテニスなどで打球の飛ぶ方向。鮮やかに飛んでく的な？なるほど。鮮やかに飛ばす。鮮やか。ファルファラかな？はい。ファルファラで行きましょう。はい。次。コートへと導くカンナギ。カンナギというのは、神のよりしろとか、あとはまあ、巫女とかそういう感じなんですかね。カンナギ。巫女？そんな神になんか使えるみたいなキャラいましたっけ？コートへと導くカンナギ。めちゃくちゃむずい。もう自分ここまでさ、リリース初日からやってる人なんですけど。マジでわかんねえ。コートへと導くカンナギ。本家にはなんかそれっぽいキャラいるんだけど、白猫テニスとなると、巫女って言うとやっぱりあれですか？霞ですか？霞で行きましょう。霞で行きます。5問目。冴え渡る直感力ということで、冴え渡る直感力。直感が冴えてるキャラなんかいる？ミュウは違うよな。なんか、ミュウやったらなんか筋肉とか入ってそうだし、冴え渡る直感力。で、多分これね、いつ作られたかわかんないんですけど、2022年1月7日時点、これ今か。いつ作られたかがちょっとわかんないので、その古いキャラばかりな可能性もあるんですよ。だから、昔のキャラを当てるか、もしくは最近作られたものであれば、まあやっぱり、最近のキャラも入ってくるんですけど、まあ、多分、白猫テニス全盛期ってことは、ちょっと前だと思うんですよ。だからちょっと前のキャラで考えると、冴え渡る直感、でも、ミュウエンも入ってくるんじゃないのかな？わかんない。冴え渡る直感力。これね、ぜひともね、見てる人も考えてほしいんですけど、わかります？これ。全然わかんないんだけど。冴え渡る直感、ミュウエンでいこう。はい、ミュウエン。はい、次行きます。球技者、魂インストール。あ、絶対シャナオですね。これもう、100% シャナオですね。はい。
はい、これでいきましょう。はい、シャナンを行きます。お茶組エリート、これはエリスですね。これはもうすぐ分かりました。エリスです。伝説を打ち抜くもの分かんないな伝説を打ち抜くもの、伝説を打ち抜く、あ、ちょっと待って、伝説を打ち抜くでなんか思い出したんだけど、冴え渡る直感力ってあれじゃない？イオリだろ、イオリだろ、これ、これ来た、来た、思い出した。ごめんなさい、ちょっと途中で思い出したんですけど。はい、ということで8問に戻ります。伝説を打ち抜くもの。伝説でしょ？伝説。ソアラ系か？ソアラか？ソアラだな、これ。これソアラですね。はい、次、9問目。旅先で掴む勝利の栄冠。栄冠ってことは、あれか？なんか、MVP とかそっちか？MVP で言うと、MVP 系で言うと、なんだMVP、なんかどっちかっていうと、その本家で言うと、キングスクラウンみたいな感じがしちゃうんですけど、この栄冠って映ってるから。旅でしょ。旅してるキャラ。旅してるキャラで MVP。え、後継者？後継者？違うよな。え、なんだろう、旅をしてるキャラ。別に栄冠って書いてるから MVP とは限んないんですけど、なんだ、旅先で掴む勝利の栄冠。勝利。わかんない。わかんないな。勝利の栄冠。まあ、とりあえずじゃあ MVP で考えてみるか。MVP で言うと、MVP、ミュウエとか、ネモとか、イロメロとか、オスクロルとかもいろいろいますけども、旅してそうなキャラか。ネモとか？ネモはでもなんか侵略しに来たんだけど、また違うかな。旅とかじゃないか。勝利の栄冠。なんか勝利って入ってるとすごいさ、なんかシャルっぽさがあるんですけど。M シャルが入ってるとは限らないしな。旅先で掴む勝利の栄冠。なんだろうな、わかんないな。ちょっととりあえずじゃあもうなんか思いついたキャラでいこうか。はい、MVP ネモですね。はい、じゃあ次最後。10問目。継承せし勝利の栄光。なんか似たような感じできたな。何？継承せし勝利の栄光。何これ。継承でしょ？継承。継承って言うとやっぱ後継者？後継者かな？わかんないな。なんだろう。継承せし勝利の栄光。なんかすごい後継者っぽいんだよな。じゃあ黒の後継者でいきますか。よし、これでいきましょう。ちょっとね、最近のキャラがもし入ってないんだったら後継者も入ってないかもしれないんですけど、なんとなく文字的に後継者っぽいので、ちょっと後継者入れます。じゃあこれで採点していきましょう。はい、もうね、5年以上やってるわけなんですけど、どれだけね、知識があるかどうか、ちょっと見ていきましょうか。はい、採点する。バツ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 。丸。丸、バツ、バツ、バツ。全然ダメなんだけど。え、なんだったんすかこれ。はい。エースオブドラグーン、あー、テトラ、あ、ドラグーン、あー、そっか。ドラゴンライダーってテトラもいた、あ、そっちがテトラか。なるほどね、そっちか。2問目はマリュー、あー、ヨシュア、あー、なんかそれっぽい。すごいそれっぽい。ヨシワか。あー、なるほどね。3問目。極彩色の球菌。あ、色メロ。あー、鮮やか。パーっと、なんか、心がシュパーとかなんかスタンプありましたもんね。あー、なるほどね。確かに色メロっぽいわ。確かに。次。コートへと導くカンナギ。そうそう。あー、トアね。刹那トアとかも確か巫女ですもんね。あー、そっか。霞だけじゃなくてそっちもいるか。なるほどね。あー、でも、霞だったらちゃんと巫女って書きそうですもんね。確かに、あー、そこ引っ掛けか。5問目。冴え渡る直感力。マナ。あー、確かに。直感ですってなんか、スタンプあったもんな。うわー。くっそー。全然知識ねー。6問目。多分、シャナ王ですよね。でも、お茶組エリートがエリス。まあ、どっちもなんか、なんとなく、なんか。8問目。伝説を打ち抜くもん。あー、リアムかー。なんか、伝説って言ってた気がするわ、リアム。うわあ、確かに。言われてみればって感じだな。9問目。旅先で掴む勝利の栄冠。リネア。リネアって旅するキャラでしたっけ？これはちょっとわかんないな。リネア、それはわかんねえな。10問目。継承せし勝利の栄冠。あー、
ずるくね？それはずるくね？こいつ星さんじゃん。星さんキャラはさすがにわかんねえな。いやー、結構わかってるようでわかってないもんですね。じゃあね、問題のタイトルに白猫テニスって入れる人もいれば、白手にって入れる人もいると思うので、ちょっと白手にで検索してみますかね。はい、白手に。これでちょっと検索してみましょうか。はい。お、白手にキャラ説明クイズ。白手にクイズ。お、これは、お、じゃあ上からやっていきますか。白手にキャラ説明クイズということで、あれじゃね、さっきのやつと一緒じゃん、これ。ただ人工生命体があるから、これ結構最近のキャラも入ってそうですね。なるほどね。じゃあこれやっていきますか。家族を見つけた人工生命体。これ絶対ミーヤですね。はい。ハッピーストローカー。ハッピーって言うとやっぱマールだと思うんですけど、あ、これもしかしてあれかな。名前書いと。これあれかな。制服マールとか入れた方がいいんですか、これ。それともキャラの名前だけでいいのかな。一つ付けられている短い説明からキャラ名を当てるクイズです。マールでいいのかな。じゃあこれはマールでいきます。よし。で次。突っ走るスポーツ勇者。これ簡単ですね。勇者って入ってるので、これはソアラです。はい、これソアラですね。はい。絆を手に入れた王子。もう丸分かりじゃん。なんかさっきと難易度が違いすぎるんだが。闇の王子ですね。はい、闇の王子です。はい、次。目覚める筋肉の輝き。もう、難易度低すぎない？ちょっと。これはさすがに、あれですね。ミュウエですね。はい、ミュウエです。はい、次。童話を集めし者。これも簡単だな。ルチアですね。はい、ルチアです。はい、次。勝利に導く姉御肌。これは、多分、シュシュかな。なんか、姉御って感じがしますもんね。はい、次。迷いなき後継者。後継者後継者が入ってる。後継者は多分ね、説明文に後継者って入ってないと思うんですよ。だから、これは引っ掛けですね。迷いなき後継者。何かを後継したキャラ。後継者っていうと、なんか、バイスとかセレナとか、そっちですか？ここに出すくらいだから、バイス後継者って入ってたかな？なんか入ってたような気がしなくもないんだけど、多分これセレナでしょ。セレナです。はい、これはセレナですね。はい、次。コートに潜む毒蛇。毒蛇って何？毒蛇コートに潜む毒蛇。あ、バイパーだ、バイパー。そう、バイパーですよ、これ。バイパーですね。次。ラリーランドの人気者。これはね、ガンダーですか？あれですね、パンダのキャラですね。ダンダーですね。あってちっちゃかったかな。ダンダーじゃなくて、ダンダーだよね、多分ね。こっちだよね。はい、じゃあ行きます。今回自信ある。な、結構簡単ですね、これ。採点します。はい、行きます。ラリーランドの人気者、これダンダーじゃないの？ダンダー、くそ。ちっちゃい赤よ。でも、まあでも実質全問正解ですよね、これ。やった。意外と知識ありましたね。じゃあ、この下にある白手にクイズ、これもちょっとやってみようかな。はい、やっていきます。PV2、結構少ないですね。はい。白手にの顔とも言えるオリジナルキャラクターのこの子、名前は何でしょう？ミュウエですね。はい、ミュウエ、バイス。ミュウエバイスですね。はい。白手にオリジナルキャラであるアイラ。一番最初に登場した時のコートの属性は何かな？グラスですね。はい。グラスです。はい。はい。3問目。赤の尾のモチーフラケットはギアショットを打つと何秒間石付け自動式的の強化状態になる。丸に当てはまる数字は、丸の数が正解の数字の桁数を表しているわけではありません。1、10、15、30。30ですね。はい。まあ、他のラケットと比べて、蓄積の速度は遅いんですけど、その分秒数が長いんですよね。なので、まあ、ダブルスだと結構有効ですよね。はい、次。4問目。みんな大好き、この靴。これは誰のモチーフシューズでしょうか？わっしょ言えちゃダメでしょ。まあ、アマタですね。はい。これはもうね、みんな、昔からやってればわかるはず。正月アマタクスですね。はい、5問目。極真カズミラケットのスロットスキルを全部解放させたとき、星さんラケットのみを何本使えば解放できるかな？知らん。星3ラケットを何本使うか。星4で言えば、4本で解放できるわけなんですけど、4×5 とかですか？ってことはじゃあ20本。元が4本ってことを考えると、まあ、4の何倍かって考えるんですけど、5と10だと倍にならないので、20本ですかね。はい。最後の問題、白猫テニスのプリンスことヒバくん、タイプは何だったっけ？ヒバってあれですか？星3のキャラですよね。ヒバ。
タイプえ、これあれかな、じゃタイプ全然わかんないんだけど、履いてる靴がラインズマン桜靴だからスタミナタイプってことでいいですかね。スタミナですかねちょっとズルしちゃったけど、でもまあ履いてる靴が多分ヒントになってるんだろうから、多分そういうことですよね。スタミナタイプ、はい、採点していきます。はいはい、丸丸丸丸バツ、あれ丸あれ20本じゃないんだ。10本、星3鬼だったら10本必要、星4だったら4本、星2の目だと20本も必要。あーそうなんだ、星3だと結構10本短い。あーそんな少なくていいんですね。あ、そっか、普段星2で合成しちゃってるからそっちの感覚になってたのか。なるほどね、結構勉強になりました。はい、こんな感じでした。探してみればね、いろんなクイズもあったりするので、ぜひともね、皆さんもやってみてください。ということで、ここまでありがとうございました。お疲れ様です。